ルアーとは、いわゆる、ギジエサのこと。ルアーを用いた釣りのことを、ルアーフィッシングと呼び、ゲームフィッシングとして、世界中で親しまれている。ルアーには、大きく分けて、ハードルアーとソフトルアーがある。ハードルアーとは、硬いルアーのこと、ソフトルアーとは、柔らかいルアーのこと。ハードルアーは、木材や金属などを材料に、手工業的に生産されていたが、樹脂による、 インジェクション成形技術が確立したことによって、プラスチック製のルアーが普及した。またインジェクション成形は、中空構造を可能とし、ラトルのように音を発したり、ウエイトを可動式にしたりなどの機能を盛り込むことによって多様で、高性能なルアーが多く誕生した。一方、ソフトルアーは、豚の皮や、動物の毛などを材料に作られていたが、ラバー、シリコン、 ポリエンカビニルなどの登場により多様化した。シリコンやボリエンカビニルなどの軟質樹脂は過疎性が高く流し込み成形や射出成形などの成形技術によって複雑な形状を実現した。近年では塩やアミノ酸を含有させることによってまるで餌のような機能を盛り込んだソフトルアーも登場している。ルアーという言葉は研究者英和大辞典によれば その語源は1300年頃である。ルアー自体が本来は、虚具として世界各地で発明されたものであるが、研究者ではない一般の釣り人による外国語古典文献の解読は、ほぼ不可能であり、現代英語の範囲内で、かつアメリカ、イギリス主体のごく最近の資料では、スポーツフィッシングにおけるルアーとしては、1800年代、イギリスのデボン・ケルアーが有名である。 それ以前にも、ルアーと呼べるようなものは存在しているが、正確な資料を解読するには、ヨーロッパ地域で混在しながら複雑に変化した1700年前後のゲルマン系古典言語による原著の読解が不可欠である。日本においても1700年前後の時代で、すでに寮に用いられたエギや角などが存在し、日本固有のルアーの元祖として挙げられるが、その古文書の解読に期待が寄せられている。 ブラックバスフィッシングをきっかけに広まり、現在は、渓流や管理釣り場のトラウト類、消化栓や、地上のナマズや雷魚、ソルトウォーターでのシーバス、そしてシーラカツオマグロなどの超大型魚なども対象となる。ハードベートとも呼ばれる。プラスチックや木、金属など、硬質の素材を様々な形に加工し、針を取り付けたルアーの総称である。以下のような種類が存在する。 ただし、以下のどれにも分類できなかったり、二つタイプの中間のような独創的なハードルアーも多くなってきている。木製、またはプラスチック、また、初期のデボンルアーのようにセルロイド製の立体的なボディを持つハードルアー。浮力が高く基本的に水に浮くが、重りを内蔵して沈むものもある。初期は木製だったプラグは、 安く大量生産が可能なプラスチック製にとって変わられたが、少数ながら木製のプラグも生産され続け、根強い人気がある。針そのもの、ワイヤーや重りなど金属パーツからなる、細身の本体にラバースカートやブレードなどの飾りがつく。フェザージグギョグをルアーにアレンジしたものを本校に記載する。ソフトベイト、ワームとも呼ばれる。 合成樹脂やラバーでできた柔らかいルアーの総称。専用の針に絡め、リグと呼ばれる仕掛けを作って使用する。ピンテールリッジテールブーツテールスイムベートバークレーのガルプやエコギアのアクアのような餌の成分を配合したソフトルアーやポークなどのように餌の要素を持ち合わせた餌とルアーのハイブリッド型のものも存在する。餌の要素を含むため純粋なルアーとは呼べないが、本校に記す。 メリットとしては、餌の要素が含まれているため普通のワームより食いが良く、餌に比べ保存が効き、針持ちも良い。また、環境にも優しい。デメリットとしては、餌の要素を含むため、保存時に保存液に浸しておく必要がある。エコギアアクアの製作者である、田辺哲夫は、アクアは、ルアーか餌かと言われれば、餌。ルアーはルアーで一線引いたところで残ってほしい。 アクアはどうしても釣れない時に使ってほしいと語っている。リグとはワームを使うための仕掛けのこと。基本的にシンカーの位置で名前が変わり攻め方が変わる。針の付け方や種類、シンカーの形や位置等によりアイデアの数だけリグが存在すると言っても過言ではなくオリジナルのリグを研究する釣り人も少なくない。 以下は考案された順番に並べてあるので、リグの発見が見てわかるはずである。リグとは、釣りの仕掛け全般を指す言葉なので、餌釣りの仕掛けもリグである。ワームとシンカーと針がすべてついているルアーは、ジグと呼ばれる。例えば、ノゴイ釣りに使われる仕掛けは、コドリグと呼ばれる仕掛けがあり餌はネリエである。ルアーには、自分で作るルアーがある。プラグは、バルサを削って、 ルアーの形にし、ワイヤーを入れて針をつける。ラバージグは、ジグヘッドにスカートを巻く。ハンドメイドルアーは、浮き角や動きを自分で調整できるという利点がある。釣り場の環境破壊の原因として、ワームが批判の対象となることが多い。ハードルアーに比べて単価が安いため、粗雑に扱われやすく、加えて柔らかいため使用中にちぎれたり、魚が飲み込んでしまったり、 劣化したものをその場に捨てていく釣り人もいるために、水中や釣り場付近に残留する量が多く、特に混雑する釣り場においては、残留するワームの総量がかなりの量になる。ルアー愛好家のマナーの悪さの例として、引き合いに出されるのは、大抵の場合このワームに起因する問題であることが多い。ワームの素材は、主に PVC に過素材を添加して、 ゼリーのように柔らかく成形をしているが、この過素材が環境ホルモンとして生息する魚類その他生物に悪影響を与える可能性があり、問題となっている。現在は蒸気問題をクリアした過素材を使用した製品や生分解性プラスチックの製品に移行しつつあるが、釣り場に残留する問題は解決しておらず、川口湖や足の湖のように、 ワーム使用禁止の釣り場も増えているのみならず、釣り自体禁止にされてしまう場合もある。爆調 CH リアルゲームフィッシング、村田はじめちょ、村田はじめのバス釣りクリニック Q&A119、地球丸、2001年5月10日 ISBN49 億25002万757。ありがとうございます。